皆さんこんばんは。こんばんは。6時半になりましたので、通学大臣加藤特措法廃案、特措法案廃案 5.30、議員会館前緊急行動を始めていきたいと思います。まず主催者から挨拶をしたいと思います。球場コアスナの石山さんから挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。こんばんは。先日 G7 のサミットが終わりましたけれども、本当に私怒っています。 G7 の国もう全てが核兵器禁止条約には批准していない、そして核の傘下に入っている国が入っている、この日本でさえそうなんです。それがあの広島に集まって何を言うかと、私は本当に怒っています。日本が本当に平和憲法に基づく平和外交に踏み出せば、世界は核戦争の危機から平和へと大転換できます。これを阻む岸田政権は退陣させなくてはなりません。あの広島でまだ被爆の後遺症で苦しんでいる人たちがいる広島で、核抑止論が書かれたこの広島ビジョンというものを岸田さんが発表したこと、私たちは怒りを持ってしっかり重く受け止めて、徹底して反核反戦を掲げ岸田政権と戦っていこうではありませんか。そんな岸田さんの息子さんがこの前国会の首相公邸で、親戚だか友達だか知りませんけれども、集めてバカ騒ぎをしていたと、そういった写真が出てきました。国会は職業体験施設ではありません。こんなふざけた連中に私たち、そして若者の未来をズタズタにさせてはたまらない。私は本当にそう思いました。あの息子さんのふざけた行動をですね、見ていて、あそこに集まった親戚の皆さん、すごい恵まれてるんだろうなというふうに思いました。私たちの生活の苦しみなんてわからないんだろうなと思いました。腹いっぱいの連中には政治なんてできないというふうに思いました。私が12年間働いていた障害者施設に通う子どもたち、ゴールデンウィークや夏休み、冬休み、大型連休になって施設に来ると痩せてくる子がたくさんいました。休みの前に渡したカップラーメンにお湯の沸かし方がわからないからといって水を入れて食べてた子もいました。こういうところにお金をけちって減らして、人殺しにしか使用用途のない兵器を爆買いする、本当に許せません。これから私たちの生活に関わる物価高、どんどん上がっていくと思います。さらに7月からは一番必要になるエアコン、この電気代が上がっていく。きっとこのエアコンの電気代を節約して熱中症になる方も増えるでしょう。そういう時に原発を再稼働しないからって言うんでしょうか。原発を増やさないからと言うんでしょうか。自然エネルギー、これに開発にお金をしっかりとかけない、そういうところにしっかりとお金をかけていけばいいんではないでしょうか。私たちはこういった私たちの生活に目もくれない、理解もできない、そのような岸田政権、さらに憲法を今自分の任期内に変えていこうと言っています。岸田さんの任期は来年の9月です。あと1年3ヶ月しかありません。こういった中で多分岸田さんは本気で憲法改悪を進めてくるでしょう。さらにこの憲法改悪と同時並行に進められているのが今日のテーマでもあります軍拡増税法案です。戦争への法整備を進めながら同時並行で憲法改悪を進めてくる、本当にとんでもない政権だというふうに思います。私たちはこれから毎週火曜日にこの集会を行うというふうに決めました。国会が閉会するまで私たちは毎週火曜日ここに集まって、岸田政権のこの戦争政策にノーの声を上げていきましょう。最後に
目の前に弁護士の内田正俊さんがいるので、内田さんが最近書かれた本のタイトルにもなっています飲水資源って言葉を紹介したいと思います。飲水資源って飲む水で資源ですね。飲むこの水はですね、どこから来てるのかということを私たちは忘れてはならないということなんですけれども、本当に私はそう思います。大江健三郎さんが亡き後、坂本龍一さんが亡き後、私たちはたくさんの先人たちがこの憲法を守り生かしてきた。これをここで変えさせてしまっていいのか。戦争法、戦争の法整備、こういったひどい法案を通してしまっていいのか。私は全力で次の世代のバトン、次の世代にいい状態でバトンを渡すために、今回のこの通常国会、皆さんと一緒に全力で戦い抜いていきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは続いて、この、行動に、野党の皆さんが、ご参加いただいていますので挨拶をいただきたいと思います。到着順に、ご紹介したいと思います。まず共産党の赤嶺政権さん、衆議院議員よろしくお願いします。皆さんご苦労様です。日本共産党の衆議院議員の赤嶺政権です。私は衆議院の安保委員会と憲法審査会で今の悪法の強行と戦ってまいりました。衆議院の審議全体を通じて感じているのは、結局軍拡財源の43兆円というのは、あの台湾危機は日本の有事だと危機を煽って米軍の兵器を日本に売りつけるための法案、台湾有事は日本有事というのはアメリカの兵器産業のための危機煽りではないかということを一方で審議を通じて感じております。また軍需産業支援法も憲法9条がある国で軍需産業を育てようなどと赤字になれば、国民の税金をこの軍需企業に投入しようなどとあってはならないことではありませんか。憲法9条は戦争を放棄しております。軍隊はこれを持たない、抗戦権は保有しない、こういう国で軍需産業支援法という、こういう法律、国民の力で追い詰めて徹底して廃案に持ち込もうではありませんか。軍拡財源、これらの安保関係だけではありません。入管法やマイナーカードの健康保険証の紐付け、ありとあらゆる悪法が今参議院で強行されております。そしてこの悪法に国民は黙って見てるわけではありません。各界の当事者の方々が戦いに立ち上がっております。私たちの戦いで岸田内閣を追い詰めて、岸田内閣を我々の力で解散に追い込もうではありませんか。来たるべき総選挙で野党と市民の共闘をしっかり作って、憲法を守る勢力を大きくしていこうではありませんか。共に頑張りたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。続いて立憲民主党の参議院議員、石垣典子さん、よろしくお願いいたします。
皆様大変お疲れ様でございます。立憲民主党参議院議員の石垣のり子でございます。党を代表してまいりました。本当に今国会佳境になっております。どうしてはならない法案が次々と衆議院から送られてですね、今参議院で審議が進められております。まずもって敵基地攻撃能力を持ちながら専守防衛だというような言い張るですね、こんな奇弁を許してはならない。このまずは大前提に立たなければならないと思います。その上で東日本大震災の復興特別所得税の流用ももちろんですけれども、 2% という GDP 比 2% というこの数字ありき、これで進められているあまりにも無謀な防衛費の増額、これを決して許してはならないと皆さん思いませんか。この防衛増税も含めてタバコ税や法人税や所得税のこのいつから始まるかが何にも示されていない。そして戦後ずっと禁じ手と言われていた国債の発行、建設国債で賄う、さらには本来安定財源と言われているこのですね、防衛費に充てるお金を国有財産を売って補填する、売っちゃったら終わりですよね。本当にどこからかき集めてくるのか。もっともっとお金を投じるべきなのは私たちの今生活がコロナ禍も含めて疲弊している、社会保障料がどんどん上がっていく、物価高も続いている、電気代も上がっている、安心して年を重ねることができない、子育てもできない、ここにお金を投じるべきではありませんか。一体岸田政権は何をやっているのか。本当に私たちの一人一人の命と生活を見ているのか。防衛増税だけに財源をどんどん当てて、少子化対策が待ったなしと言いながら、その財源は一切示されないまま数字だけ言う、もうここに現れているんじゃないでしょうか。皆さん、憲法を守っていくことももちろんです。こうした集団的自衛権を、違憲状態をですね、続けたまま防衛増税に踏み切る、こうした憲法を守らない立憲主義を踏みにじる岸田政権にいいようにさせてはならないと、私も皆さんと共に戦っていきたいと思います。本当にお疲れ様でございます。共に最後まで一生懸命頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて沖縄の風の参議院議員、高良哲美さん、よろしくお願いします。はい、お集まりの皆様、こんばんは。沖縄の風の高良哲美です。伊波さんは別のまた所用がありまして、私の方でまたご挨拶をさせていただきます。先ほど外交防衛委員会と財政金融委員会が合同になった連合審査というのが4時半過ぎまでありました。そこで今回問題にしたのはですね、この軍拡のための増税、そして増額、防衛増額ということですけれども、調べてみると財務省がきちんと調べてくれました。いかに無駄遣いが多いか、防衛費だけが正義じゃありません。例えば一つ言いますとですね、機関銃ですね、機関銃1丁、日本製327万ぐらいでしたかね、1丁ですよ。アメリカ製40万、これを1600丁買うんですよ。日本産を買うということは相当なお金を出すことになります。それともう一つは、今日お聞きして聞いたのが C2 という日本の輸送機があります。この輸送機、数字上は36トン運べるようになってます。そこで一体本当はどうなんですかということで、なんかこれ怪しいだろうということで36トンと書かれてるんですけれども、財務省がきちんと調べて、こんなにいいわけがないみたいな形で聞きましたら、
防衛大臣言いました、16トンですこれで実は与那国の方にも行った一六式、なんですかね、この戦車があるんですね、なんて言いましたかな、このこういうね機動 戦闘車ですね、これが36トンのところに持っていれば、これ自体は26トンですので余裕を持って運べるはずですけど、16トンでは運べないんです、島々に行けないんですよ飛行機で。その上に与那国の空港に降りれないんです。もちろん運べないのもあるんですけども、空港自体がその重さに耐えられないので、だから与那国には船で運んだということなんですね。このようなポンコツの役に立たない、しかし高いアメリカ製のこの倍以上運ぶ、輸送機ですね、その値段の3倍ぐらいするんですよ、900億円。これを22機というんですから1兆円を超えるわけです。簡単に輸送機で1兆円超えるわけですね。そういうような無駄遣いをまずなくすとすると、これは今の防衛費で十分なんですよ。倍に増やす必要は全くない。いかに無駄が多いかということを今日はあの財政金融委員会の中で共同審査で、この点をちょっと聞いたんですけどもね、やっぱり私たち被験者に対してきちんと正しいこと、あるいは明確なこと、あるいは透明性のあるものを知らせないといけないんじゃないかということです。いかにこの防衛費が無駄に使われている、あるいは税金が無駄に使われているということを私たちが問題にしなきゃいけないということです。それともう一つは会計検査院の方にも聞きました。会計検査院はしっかりとそこをこれまでチェックしてきたし、これからもちゃんとチェックしていきますということを言われました。防衛費だけが正義じゃないということです。これは会計検査院というのは実は憲法上の機関です。憲法90条に会計検査院という文言があるんですよ。これは他の防衛省とかよりもずっと上なんですね。憲法上の機関ですから、内閣や国会というのと同じレベルで憲法上の機関として独立しているということがありますので、この機関もぜひ我々の方から後押しをしながらですね、この財政のあるいはお金の使い方のチェックをしていくということで、一緒に主権者としてバックにいながらこのような問題を解決しようということがとても大事だと思います。そして、やっぱりこの日本国憲法のですね、重要なところは9条、憲法9条による外交というのが非常に大事です。そして経済も憲法9条による経済ということを世界の中で期待されているということですね。そのような形で財政も憲法9条財政、さらには地方自治も憲法9条の地方自治、さらに立法も憲法9条に基づく立法じゃなければならないだろうと。そのためには今の福祉の問題も恐怖と欠乏から免れるために、そして平和で平和のうちに生存する権利ですから、それは福祉で恐れや不安がない、それこそ安心安全な国民の安心安全な社会というのは憲法9条で作るんだということを確認しながら皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは続いて社会民主党の参議院議員大椿裕子さん、よろしくお願いいたします。エコドに参加されている皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました社会民主党副党首参議院議員の大椿裕子と申します。皆さん本当に連日の行動ご苦労様です。先ほど
ここに駆けつける前にばったりと金融、財政金融委員会に、所属されている、参議院議員の方に会いました。そして今から総掛かり行動に参加をして、この軍拡、増税法案と皆さん呼んでいらっしゃいます、防衛財源確保特措法案の、ことについてですね、市民の皆さん今抗議の声を上げていらっしゃいますので、そこに伺うんですというふうに言いましたら、まだ審議はこれからですからと、すぐに今すぐ結論が出るという状況ではなく、この委員会の場で戦っていますのでという、声がありました。やはりこの、防衛費を増税するわけにはいかないと、まだ現場で、戦っていらっしゃる方々がいるということを、まず皆さんに報告をしたいと思っています。そして、この法案とともにもう一つ皆さんも気になっている法案があるんじゃないかなと思います。ちょっと法案の名前って長いですよね。なかなか不慣れで頭の中に入らないんですけれども、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律案というのも出ています。皆さん、今国会の中の重要法案の一つです。防衛費増額とともにこの防衛装備品のこと、これを国が財政的に支援を行っている、軍需産業化していくことにつながるこの法案についてもぜひ皆さん注視しておいていただきたいなと思うんです。先日私ちょっと気になって別の議員の方にお尋ねしました。その方、ものづくりをしている、労働組合の方々と大変、近しいというか大変そういう方々の支援を受けて、国会に来られた方だったんです。でものづくりをされている方々の中には、分かりやすくミサイル作っているだとか、戦闘機作っているとかではなく、そのネジを作っているだとか、戦闘機の椅子の部分のシートベルト作っているだとか、多岐にわたると思うんですね。でそういったものづくりを、している方々にとって、この法案というのはどのように受け止められているんですかということを率直に尋ねてみたんです。やはりこの防衛装備と言われる分野、多分多岐にわたると思うんですけれども、やはりこう国内の、ターゲットが国外ではなく国内に絞られているため、非常に利益率が低いと。そして、軍需産業に、加担しているのではないかということで、あまりよく思われていないという側面もあると、そういった方々にとっては、この国をが財政的に、支援をするというこの法案は、一部やはり、ありがたいものでもあるんだという、現場の声も聞かせてもらいました。働いている人たちにとっては、利益率が上がらない、そして世間的な批判の目もある中で、こういった国が財政的に支援をするという形になれば、少しいいのかもしれませんけれども、先日港湾労働者の人たちの集まりにですね、参加をしたときに、私は公正な意向ということについて考えさせられることがありました。港湾労働者の中には、脱炭素化に向けて、石炭の、荷主、この人たちの仕事が近い将来減少するかもしれない、仕事がなくなるかもしれないという問題を抱えています。この気候変動が起きている中で、脱炭素化というのは世界的な動きだと思います。でもその動きを受け入れていく過程で、仕事がなくなっていく、減っていく人たちもいるというのは現状です。それをどう公正な移行をしていくかということが今大きな課題になっているということを、皆さんのお話を聞きながら私は受け止めたんです。だとすれば、この軍需産業、防衛省が調達する装備品等のこの支援に関しても、やはりは私は公正な意向という視点を持たなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ったんです。本当に私たちは戦争のためのものを、ものづくりをしていいのか、受け入れていいのか、それを国が財政的に支援する、それは本当の正義なのかということを考えなければいけない。
それがもし本当の人としての正義でないのであれば、その仕事は公正な移行をどうやったらできるかということを国が金出して支援するんじゃなくって、公正な移行のための道筋を立てることこそが国の役割なんじゃないかなということを私は今考えています。どうか皆さん、今国会の中で大きな法案いくつもあります。今日も入管法のことでは鈴木宗男さんが、国益なくして人権なしって言ったんですかね、まあ、そんな発言も行われています。とんでもないですよね。国益の前に、国益がうんぬんの前に、私たち全ての人たちが当たり前に持っている人権というものが守られなければいけません。こういう入管法をはじめ、防衛費の増額、そしてこの防衛装備品を国が財政的に支援するという問題、また保険証がなくされようとしている数々の問題が今、終盤に向けて議論がされているところです。国会の中で数の力だけを見れば、私たち野党、負けているかもしれませんけれども、私はやっぱり国会の数の力だけじゃないと思っています。皆さんがこうやって街に立ち声を上げていただくこと、それがこの数の力を上回ることもあるんです。どうか皆さん、引き続き私たちと一緒に戦っていただければと思います。よろしくお願いします。社民党の大椿優子でした。ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですね、立憲野党の皆さんからご挨拶いただきました。ご挨拶の中にもありましたけれども、同時進行でいろんな悪法がですね推し進められようとしていて、この後入管法ですと有楽町で報道があったりとかですね、それで皆さん行かれると思いますので、皆さんの拍手で、共に戦う決意とですね、感謝の拍手を送っていただければと思います。ありがとうございます。それでは連帯の挨拶に入っていく前にですね、またカンパのお願いということでよろしくお願いしたいと思います。総係行動実行委員会もですね、毎週の行動ということで呼びかけをさせていただくのはなかなか久しぶりなのかな、コロナの後久しぶりかなという気もします。引き続きですね、ぜひ心とですね、いくばくかお金を寄せていただけると大変ありがたいと思います。引き続き、この総会会行動実行委員会として、頑張っていきたいと思いますので、応援をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。では続いて連帯の挨拶ということで、今日はですね、今申し上げた、同時進行の悪法と戦う、皆さんに、お声掛けをし、連帯の挨拶をいただこうと思っています。まずそれではマイナンバーの、ことについて取り組みをなさっている、共通番号いらないネットの原田さんから挨拶をいただきたいと思います。マイナンバー制度の押し付けに反対している共通番号いらないネットの原田と言います。今番号法改正とマイナンバーカードのトラブルが終盤国会の争点になっています。番号法の改正案というのは社会保障、税、災害対策という従来の利用分野の限定をなくして際限のない利用拡大に道を開くとともに、利用や提供に対する法律の規制を緩めて行政機関の判断で利用や提供の拡大を可能にしています。その手始めとしてマイナンバーを利用して全ての国家資格を管理するシステムを作ったり、外国人への在留管理を強化しようとしています。また健康保険証を廃止してマイナ保険証と一体化するために資格確認書というものを新設したり、給付金など公金の受け取り口座を本人が拒否しなければ行政機関に登録してある口座を勝手に登録してしまうという、そういう法改正などもされようとしています。特に健康保険証の廃止については今もお話がありましたように、保険資格がある全員に送られている保険証とは違ってマイナ保険証でも資格確認証でも申請しないと受け取れなくなります。そのため例えば施設に入っている方や障害者など申請や管理が困難な人が保険診療を受けられなくなってしまうんじゃないかということが保険医の団体の調査や国会の参考人質疑で明らかになってきました。そのため健康保険証の廃止に反対する声が高まっていく中で、当初
19日に予定されていた参議院の委員会採決が伸びています。でそのような中でですね、今マスコミで話題になっているマイナンバーカードを使ったコンビニ交付やマイナ保険証、公金受取口座の登録、マイナポイントに次々とトラブルが発生しています。でそこで明らかになっているのは、申請は法律でちゃんと任意であるにもかかわらず、そういうマイナンバーカードを今年3月までに全住民に所持させるという法律を逸脱した政府の強引な普及や利用拡大の歪みと無責任な対応です。3月27日に横浜市のコンビニ交付で最初に別人の住民票が発行されるということが分かったときに、河野デジタル大臣はマイナンバーカードの信頼性に影響はしないと軽視していました。しかし5月の26日にはデジタル大臣、総務大臣、厚労大臣が一斉に謝罪するという異例の状態になっています。しかし内容を聞いてみると、申し訳ないと言ってるだけで、結局業者の責任だ、自治体の問題だ、人為的ミスだと言い逃れして、政府の責任は認めていません。しかも昨日の国会審議ではですね、実に昨年8月にもマイナポイントが別人に付与されるというトラブルを知りながら、それを知らせないままテレビ広告なんかやりながらマイナポイントの申請を煽ってきてたわけです。でまた今年2月には7000件のマイナ保険証が別人に紐付いている誤りを知りながら、公表しながら、その後の状況を把握もせず、追及されて慌てて7月までに総点検するということにしたり、まさに政府、私たち市民の財産や健康、命よりもマイナンバーカードの普及を優先するというとんでもない政府の姿勢が明らかになっています。しかしそれでもですね、3分の1の市民はマイナンバーカードの申請を拒否しています。7割の方たちは利用拡大に反対している、そういう世論調査も出ています。マイナンバー制度というのは誰一人取り残さない監視とですね、市民の選別、そして国策への動員を可能にする仕組みです。健康保険証を使い続けてマイナンバーカードの押し付けを跳ね返しましょう。戦争のできる国づくりにつながる番号法の改悪を阻止しましょう。共通番号いらないネットでですね、5月の25日に、マイナンバーカードのトラブルは政府の責任だという声明を発表して、明日ですね、参議院の委員会審議が行われる明日、5月31日12時から1時まで、参議院の議員会館前で番号法改悪の強行採決を許さない、国会前行動を行います。いらないネットのサイトに詳しいことを掲載していますので、多くの方の参加を呼びかけます。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは続いて今参議院前の方でもですね、報道がされていますけれども、 DX 法案、この強行に対してですね、反対する、取り組みを行っている、満田さんから発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。軍拡増税法案、とんでもない廃案しかない、皆さんの取り組みに感謝いたします。とても残念なお知らせがあります。本日ですね、参議院の経済産業委員会で、原発推進の束ね法案、政府は GX 脱炭素電源法案と呼んでいますが、それが、可決されてしまいました。怒りを持って抗議したいと思います。この法案はですね、原子力基本法、原子炉等規制法、再エネ特措法、など5つの法案をまとめて束ねて一気に国会を通そうという、そういったものです。内容は明らかに原発回帰、原発推進、規制の緩和、そういった内容になっています。衆議院でも参議院でも1ヶ月足らずの間にですね、多くの審議を積み残したまま、ろくな審議もせずに駆け足で採決されてしまいました。まだ本会議はまだなんですけどね、何としても明日の、参議院の本会議、反対しろと国会議員に呼びかけましょう。
福島原発事故は終わっていません。あの事故によって多くの人たちがふるさとを失い、なりわいを失い、生きがいを失い、そして自然と共に生きる喜びを失いました。そしてそれからわずか12年なのに、その反省もかなぐり捨てて、原子力産業をなんと国が支援することを国の責務と定めた原子力基本法の大改悪、そして運転期間の規制を原子力規制法からまるっと削除して、経済産業省が所管する電気事業法に移すとんでもない束の法案です。でこれに対してですね、本当に、まあ、福島からもですね、怒りの声が上がっているんです。本当に私、何でしょうかね、この国の在り方、この国の国会の劣化、恐ろしくてたまりません。もちろん一部の真面目な国会議員がですね、本当に頑張ってですね、なんとか追及しようと頑張っているその姿を見ているんですが、もう数の論理で押し通し、そして何でしょうかね、野党の中も本当にあなた野党みたいな与党に迎合してですね、首相に迎合するようなそういった言動もはっきりと見えました。一時が罰だと思います。でも我々はですね、絶対に諦めない、諦めた時が負けなんだと思います。原発推進なんてとんでもない。そして国が原子力産業を支援するということは何を意味しているかということなんですよね。我々の税金、そして将来世代のお金を使って、化石のような原子力産業を生きながらえさせると。軍拡もそうですよね。一部の一握りのなんか人たちを利するためにですね、国のお金を流し込む、そして復興税まで、福島の復興のためのお金さえ流し込むというとんでもない、そういったことが起ころうとしています。これを辛抱強くですね、反対の世論を高めていき、今のとんでもない、岸田内閣、絶対こんなのは許さないと、そういうことを訴え続けてですね、絶対負けない、そしてこういった悪法を許してはならない、そういった世論の声で対抗していきましょう。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。もう一方、入管法で発言を頼んでいるんですが、先ほども挙げたようにですね、同時並行でいろんな行動があるので、今こちらに向かっているという話なので、先にコールを上げていきたいと思います。戦争反対、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 球場を守れ、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 軍事費倍増絶対反対、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 特別措置法今すぐ廃案、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 今すぐ廃案、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 GX 法案採決断崖、GX 法案採決断崖、必ず廃案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 、原発推進絶対反対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 、必ず廃案、必ず廃案、必ず廃案、入管法の改悪反対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 、人権破壊絶対反対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 、必ず廃案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 、
ハイアン、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 マイナンバーを強制するな、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 必ずハイアン、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 ハイアン、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 会見発議絶対反対、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 敵基地攻撃能力いらない、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 緊急事態条項いらない、緊急事態条項いらない、憲法破壊絶対反対、憲法破壊絶対反対、戦争反対、戦争反対、九条守れ、九条守れ、岸田政権今すぐ退陣、岸田政権今すぐ退陣、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 ありがとうございます。というところで、入管法の方で頑張っております移住連の山口さんからお願いします。皆さんこんにちは、研究行動にお集まりの皆さん、ただいまご紹介されました移住者と連帯する全国ネットワークの事務局長山岸です。私の方からは、これも非常に緊迫しておりますが入管法案の、ことについてアピールさせていただきたいと思います。私たちも本日の昼間ここのところでちょうどですね国会前シットインというのを開催して今日ですねまさにもしかしたら採決が行われるかもしれない、今参議院の方で審議が始まって2週間ぐらいになるんですけれども、先週は2日間にわたって参考人質疑がありました。この法は皆さんご存知の通り本当に多くの問題だらけなんですけれども、最も象徴的なことといえば難民鎖国でもう難民認定率が 1% 未満の、日本の中で何回もう難民申請を繰り返さざるを得ない状況を作っているのは政府であるのに、その難民申請者を3回目以上の人を原則として強制送還するという内容を含んでいるものです。ですので難民申請者をもう本当に命が危ない本国に送還するというとんでもない法案ということで、今ですね2年前に廃案となった大きな運動のうねりもありますし、今2年前以上の反対の声が全国各地で盛り上がっていると思います。実際に国会前での行動だけではなくて今全国各地で毎日連日デモやスタンディング、それが小規模大規模、この間の渋谷は7000人ですとか大阪で500人とか川崎で400人とかいろいろな規模で連日繰り広げられていて、本当に多くの声が反対ということで意思表示がありますけれども、国会運営の中で今とても厳しい局面は迎えています。ですけれどもこの参議院に入ってから実は野党4会派が政府法案に対案という形で難民等保護法案そして入管法改正案を提出し、今審議は並行審議という形で野党法案も含めて審議されているんですね。ですので野党は審議時間を目いっぱい要求していますし、先週の参考人質疑では元仮放免の当事者であるクルドの青年も含めて参考人として意見陳述をされました。このラマザン君という東京クルドというのにも出てこられた青年なんですけども、彼は自分自身と弟さんは数年前に在留し特別許可が得られたんですけれども、妹さんそして両親はまだ仮放免のままですし難民申請を繰り返しています。ですのでこの法案が通ったならば家族はみんな送還されてしまう、家族だけではないしクルドのコミュニティの人たち多くは3回目以上の申請者なんですね。なぜかというとクルドの中で今難民認定をされているのは過去にたった1人しかいない、それは日本の政策の問題なんですけれども、そうした人たちを本当に見殺しにするような法案ですよね。
それを私たちは絶対に許さないということで、私たち支援者だけではなくても一般市民の人が本当に連日大きな声を上げています。ですが、国会運営の中では、採決も、そろそろ迫られてくるという時が今日も緊迫していましたけれども、切り抜け、そして今週木曜日がまた大きな山場と言われています。ですので、私たちが今呼びかけているのは、緊急署名にはもう20万筆ほど の賛同をいただきましたけれども、ファックスで、今与党の、参議院の国対、そして、幹事長、自民党 と、公明党の、この2社と、それから、法務委員会の理事議員、委員長等にファックス要請、ファックスで強行採決をしないでくださいという要請を、起こるキャンペーンを、この2日3日は集中して行っています。この呼びかけは、ストップ長期収容市民ネットワークという私たちが一緒に入っている、8団体の、ポータルサイトから、あるいは平和フォーラムなどからのメーリングリストなどでもたくさん拡散されていますし、移住連の SNS 等でも発信しておりますので、ぜひこれを皆さんで取り組んでいただけたらと思います。本当に戦争を許さない、戦争の道を許さないという運動と、排外主義を許さないという運動は本当に2者手を携えてやっていくものだと私は思っていますし、今戦争の布に向かっているような日本がまさに排外主義に向かっていくことを何としても止めなければいけないという思いでいますので、ぜひ連帯して頑張っていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さまざまなですね、取り組みをなさっている皆さんから、今後の予定もお話になりましたけれども、総係行動としてもですね、これを受け止めながら共に頑張っていくという立場でいきたいと思いますので、皆さんいろんなことが話されたので、あれですけど、多分ウェブサイトにもですね載せますので、ご覧いただければというふうに思います。それでは総係行動実行委員会としての行動提起を、憲法共同センターの小田川さんからお願いしたいと思います。憲法共同センターの小田川です。緊急の報道にもかかわらずお集まりいただいた皆さん、そして最後までご協力いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。今日ご参加は300人の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。それぞれご発言の方おっしゃいましたように、参議院団体で今白鵬目白押しの状況です。それぞれの行動が取り組まれていますし、緊迫した状況での行動も呼びかけられました。重ねて私の方からも皆さんへのご協力をお願いしたいと思います。今日は原発の60年以上の運転や新規増設、さらには認可権限を原発推進の旗振り役、経済産業省に移し替える、こんな法案が委員会で採決された、先ほどご報告がありました。過酷事故を引き起こした過去と今への責任を顧みない、ひたすら目先の利益と権限に固執をする、数に頼って国会で応募を繰り返す、これが今の岸田政権の政策姿勢の端的な表れではないでしょうか。入管法の改悪、マイナンバー健康保険証の強制、軍需産業への国有化法案、そして今日の行動の次第である軍拡増税法、共通していることがいくつかあると思いますが、例えば入管法のように法案の立法事実、法案の必要性全く明らかでないまま進められている、マイナンバー健康保険証の強制のように市民のプライバシー、基本的人権への配慮がうかがえない、こういうところに共通項あるんではないでしょうか。軍拡財源確保法でも単年度の予算剰余金毎年1兆円以上も本当に確保し続けられるんでしょうか。歳出改革で財源を確保し続けられるんでしょうか。根本的な問題、明らかにはなっていても全く答えようとしていません。昨日の財政審議会は少子化対策の財源をめぐって、医療や介護の歳出削減の断行などを内容とする建議を財務大臣に提出をいたしました。あっちでもこっちでも社会保障削減、これで財源確保、これで本当に政府のまともな政策と言えるのか。
政府や財界の本音だとしても、私たちはこんなこと黙っていてはいけないんじゃないでしょうか。そうだ。政府は来年の通常国会にマイナンバーカードを全ての預貯金口座に紐付けをする、これを義務化するという法案を提出をする準備をしている、マスコミで報道されました。ここにも政府の狙い現れているんじゃないでしょうか。軍事費調達のために市民の全資産を把握をして、そして軍事費に調達をしていく、軍事国家が取る方策に他ならない歴史の事実を語っているではありませんか。国民の暮らしの現実も憲法も市民の皆さんの怒りさえ無視をする、立憲主義も民主主義も壊し続ける、こんな岸田自公政権の本質、私たちは今目にしているからこそ行動を起こさなければならない、声を上げ続けなければならないと思います。抗議の声を止めるわけにはいきません。その思いで当面の行動を申し上げたいと思います。一つは軍拡増税法案、この成立措置をメインテーマにする行動、毎週火曜日18時30分からここ議員会館前で行いたいと思います。6月6日、6月13日、6月20日の火曜日、周りの方々にもぜひお声掛けいただいて、ぜひ集まってください。2つ目に19日行動です。6月19日月曜日です。火曜日の前の日なんですけれども、それでもやります。国会閉会直前の行動としてぜひ成功させていただくようお願いをしたいと思います。3つは宣伝行動です。6月15日木曜日は18時から有楽町糸島前でのウィメンズアクション、6月22日木曜日18時からは新宿東南口での宣伝行動総掛かりとして予定をしています。その上にぜひたいと思いますが、各地各団体での独自の街頭宣伝スタンディング、こういったものをぜひ大いに取り組んでいただいて、広げていただいて、声を広げ行動を広げていこうではありませんか。そのことをお願いをしたいと思います。今日は幸いにも雨が降りませんでしたけれども、まあ、梅雨入り間近と言われる季節です。雨にも負けず、風にも負けず、岸田政権にも負けず、ぜひ頑張り合いたい。市民と野党が力を合わせて法案の阻止、悪性阻止のために頑張り合う決意をこの場所から作り出していきたい、そのことを呼びかけて行動的にします。ありがとうございました。それでは今日の行動をこれで終えていきたいと思います。来週火曜日も行動ありますので、ぜひご参加ください。また入管法の行動、マイナンバーの行動、さまざま取り組みが行われていますので、ぜひご参加し、共にこの岸田政権の暴走に対抗していく、そういった動きを作っていきたいと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。